郎さん、はい、ここ札幌でもすごい声援ですね。そうですね、最も注目される選手ですね。また今日はあの過去3戦と違って初めての寝技ゲーム選手と戦う、これは注目ですよね。はい、相手はあのボルクハンです。もちろん初対戦、田村清、どういう戦いっぷりを見せてくれますか。今札幌リングに登場しました。大会後半戦に入ります。レフリーはこの試合から島田裕二さんにバトンタッチです。さあ、どの辺にポイントを置いてご覧になりますか、小松さん。はい、やはりあの今の打撃の選手と戦いが続きますからね、はい、あの田村選手がグラウンドで どれぐらいのテクニックを持っているのか、見てみですね。さあ、ゴンが打ち鳴らされました。リングス移籍後無傷の3連勝、田村清、しかも鮮やかな勝利の連続です。4つ目の星はこのボルクハンになるでしょうか。手首の取り合い、手首を取って、例によってボルクハンは関節技に移行します。手首を取った、あーと持ち上げた、持ち上げましたね。21キロの差があります。このまま持ち上げてどうする、スープレックス、初めてこんなの見せました。危ないですね。おーと展開、早い早い展開だ。膝十字架、膝を狙いに行きます。行きましたね。立ち上がった、クロスヒールホールドか、スタンディングのクロスヒールホールドだ。引きずり込んで、そしてリングの中央、リングの中央、ポジションをずらします。ポイントをずらす、田村、ああしかし痛そうな表情だ。体をずってポイントをずらしていきます。引きずります、21キロの差があります。逃げることができるか、あーと引きずり返されます。田村選手取りましたね、膝。おーと、すぐに今度は右腕狙いだ、腕狙いだ、足から腕に簡単に移行しました。足からスピードを止めようとなんですね。田村選手初めて洗礼を受けましたね、この関節地獄の。そして前田さん、はい、先ほど持ち上げられましたが、これが21キロの差なんでしょうね。そうですね、まあ、大きくしている最中の田村清ですが、まあ、徐々に徐々にです。体重というのはそんな簡単には増えません。初対決、この辺がうまいところです。相手の軸足、おーと、これもうまい、田村清、体重は軽くてもこのスピードがあります。
うまいですね。はうまいですね。また先になります。そして今度はまた腕か。目まぐるしい展開です。この展開の速さ、あの打撃の選手モーリス・スミスとも展開しています。おーと例によって腕を絡めて伸ばしていきます。エスケープです。これはエスケープです。これでロストポイントが2つになりました。田村清。最後の詰めに行くとどうしてもやっぱり力比べになると力負けしますね。ああそうですね、ボルクハンが190センチ、田村は180センチです。10センチの差。それよりもやっぱり体重が21キロ差というのがどう重くのしかかっていくでしょうか。あんまりミドルは蹴らない方がいいと思いますね。あのキャッチされますから。やはりどうか、田村もこの初めての対戦ということで、ね、おっと軽く手を合わせたことはあるという話なんですが、もちろんこの試合は初めてです。腕を捉えています。絡められています。右腕を取られているようです。この体勢なら決まりますね、はい、さあここから今度は田村の攻めに転じます。足首、田村は足首状態上になりまして、左腕か潜り込んでいくような感じです。十字ですか。初めてのサンビストとの対戦です。リングスにおいて初めてこのボルクハンと対戦します。これハンガーの腕おっしゃってますよね、はい、あれだけの嫌なもんですよ。なんか体重差があると、喉とか抑えられると動けないですね。やっぱり頭とか喉とか首のあたりを、ね、コントロールされると、ね、体が重いように動かないですよね。あそうですか、はい、あ足首踏みつけられています。これは足首が打てず、そして腕を捉えている。テクの応用でここで杭を引きにくるような感じ。おーと田村もうまい、田村もうまい、裏から攻めます。ボルカンが逆に膝十字か、何か叫んでいます。田村叫んでいる。エスケープです。ハンガーエスケープ、見事な攻防です。今の展開は21キロの差、感じさせません。26歳田村清。試合前の話ではこのリングス4戦目にして比較的今は落ち着いているんですと言っていました。ドレッシングルーム、それがいいのか悪いのか自分には分からないというコメント。さあ後ろ打った、スイーパーか、どうしてスイーパーだ。これは重たい、動くことができないぞ。ハンガー締め上げていきます。まだ完全には入ってないんでしょうか。おーっと足が来ましたね。足を攻めた、田村の攻めです。田村危ない危ない、これ危ないですよ。後ろからエスケープです。エスケープです。今一瞬ハンガー離しましたけども、あれは急所を攻めたわけですね。そうっていうか、ハンガー暴れた時にですね、外れたんですよ、足首ロックが。あー、なるほど。危機一髪のところでした。田村清、足を取りに行った。おーっと逆肩指固め、ちょっと流れたか。腕巻き固めですね。これはおそらくハンガー回転して逃れるでしょう。逆にこのグラウンドの状態で上になられました。覆いかぶさってきます。足首、あ足首を決めました。レッグロック、足で決めて、そうこの首を取らせたくはない、首は取らせたくないところです。外れましたね。これはずれました。逆にすぐに攻めに攻めます。ちょっと田村さん止まりましたね、動きが、いつもだともっと速いグラウンドの展開見せるんですけどね。さすがに体重がじりじりと効いてきてるんでしょうかね。まあ前田さん、一番の田村選手の持ち味というのは技のキレもありますが、スピードでしょうね。そうですね。膝を狙ってきました。膝かどこか、あーと腕引きが、腕引きが逆襲だ。足を絡められている。これ逃げられるか、危ないぞ。決められてしまう。なんとか逃れた、なんとか逃れた。今度は逆転、逆襲です。今度はハンガー逃げる、抜いた。汗でしょうか、抜けてしまいました。いや今のは足も絡まってて、田村清先ほどに続いてまたまた
土壇場に追い込まれたような格好がありましたが、なんとかこれも切り返しています。3掛け目の体勢ですね。目を離すことができません。第4試合、今ハンは攻めてきたところを返そうと思ってるんですよね、これね。はい、7分で大きく息を出しています。田村もちょっと休んだ。さあ後ろからスリーパーで狙っていきます。このまま決めることができるか。あ、ブロックしています。逆に今朝固めの格好になりますが、腕を取った。アームロック、体重も浴びせられています。エスケープです。田村のエスケープが4つになりました。ロストポイント4つです。前田さん、これは長引いていきますとどうでしょう、はい、体重差というのはやっぱり。おーっと、いい蹴りだ。前蹴りが決まった。入った。溝落ちが入りました。ちょうどエバーですね。今カウントが入ります。いや、いいカウンター気味になりました。奇襲攻撃のような格好になりましたが、さあこのまま一気に持っていきたい、自分の流れに持っていきたい田村です。バックを取った。ただ潰して十字に行くか、スリーパーがどっちかですね、足も考えられますね。ちょっと田村選手はあれですかね、会場が警戒してかちょっと仕掛けが細いですね。あ、足で腕を攻めています田村。ボルクハンはここのところリングスジャパン勢との対戦が続いています。高坂との2連戦、その前は永井と戦っています。いずれも勝利を収めました。その前はナイマン。スタンディングでまず又崎です。レグスプリット、そしてアキレス腱固めも入っている。今度はゆっくりと逆転。ああと抜けた、抜けた。今汗滑りましたね。滑ってしまいました。逆エビにゆっくりと移行しようというところをスルッと抜けてしまいました。ちょっとさすがにハムちょっとところどころ慌ててますね。あ、そうですか。はい、あ、重々取り逃しましたね。はい、田村選手もちょっと当たってますね。いいよ、田村。レグスプリットですね。はい、完璧ではないですけども。アキレス腱も取っていたんですが、これはあまり入っていません。上になっていきます。後ろから絞り上げます。ヘスロックアウト、抜けた。ああ、ね、随分9分30秒経過です。札幌中島体育館、随分気温が上がっていました。脇が止めた。さあとエスケープです。足が届いていました。ロストポイント一緒です。これに出した打撃できました。ボルカン、ああちょっとぐらついた。危ない危ない。正面から真面目ですね。打撃ダウンダウンです。ダウンを取りました。倒れてはいませんが、スタンディングダウンを取った状態です。打撃に一転してきました。大丈夫か田村。不用意に組み抜いたようなバーンってやりましたね。あ、重たいだけにこの打撃は威力があります。ボルクハン、これでダウンは両者1回ずつ。あーと、おんぶの格好になりました。そして絞り落とす、締め落とすことができるか。バックからスリーパーホールド。おっと、抜けた。腕ですね。あーと腕を取られた。足も潰されています。ギブアップ。足を21キロの体重差で固められて、そして腕を取られました。しかしボルクハンも苦しかった。でも全然しましたよ。ドロドロハン煽ってとられましたからね。田村大前線です。初めての対戦でこれだけボルカンを苦しめました。そうですね、まあちょっとリングスの洗礼を浴びたっていう形ですね。ランキング上位者が勝ちました。この試合ランキングの移動はありません。足早にボルカンはリングを去っていきます。いや、大前線です。田村清、ちょっと残念ですよね。田村選手、練習記録が敗れて、このままトーナメントまで行ってほしいような気がしましたけどね。そうですね、
田村選手は、はい、全体混沌としてきましたね。そうですね、誰が勝ってもおかしくないと、トーナメントは、次回から始まりますが、田村選手はミーシャと戦います。これも何か素晴らしい熱戦が期待できます。まあ、おそらくこの後インタビューに応じてくれると思いますが、田村選手どういうコメントをしてくれますか。本当に楽しみです。田村選手、ボルクハンには敗れましたが、連勝も3で止められました。しかし得たものは大きいはずです。リングスで今後またまたこの田村が大きくなっていくのが予想できます。思い通り、こう来たらこう返してくれるだろうなって思い通り。いや今日きつかったですけど、失礼します。すごい、逃げられなかった。もう完璧に決まったんで、だまあ僕ももう逃げれないっていうか、参りましたっていうか、あんだけ完璧に決められたら逃げた僕が怪我する。だ向こうも多分もうすごい上手いですから、こっからもう1センチいったら折れるところまで分かってますから、その折れる手前まで1センチ止めてくれて、だもうそうなったらもうギブアップするしかない。一戦一戦こう納得する試合を、試合ができればもう満足っていう、こういう試合はやっぱり終わって満足感のある試合をこれからなかなかできなくなると思うんで、そういうなんか食事行ってこうお腹いっぱいもうごちそうさまでみたいな試合をいっぱいしていきたいんで、だからトーナメントがランキング戦っていうのはまだ後のもので、でついてくると思うんで、そういうのをまあいい試合をっていう気持ちの方が今強いですかね。